どーん、プガバリです。今回紹介するスニーカーはこちらです。じゃん、エアフォースワンです。いわゆる白蛇って言われてるモデルになります。サイズが US12、 30センチです。まあ、ボックスはね、最近のエアフォースのボックスって言えばいいのかな、こんな感じでーす。それでは早速開けてみたいと思います。おー、ドープっす。おー、ドープっす。うおー、ドープ。じゃん、フォースワンの白蛇です。当時僕が、この白蛇をね、どこで売られてたのかはわからないですけど、ただその、まあ、多分この話30万回ぐらい伝えてるかもしれないですけど、サイコメトラエイジっていうドラマか、天国に一番近い男っていうドラマのどっちかで TOKIO の松岡さんが入ってたと思われますっていう靴になります。多分ですよ。で、ここはちょっとベージュがかってるんですけど、白っぽいバージョンもあったのかな、まあ、ちょっと曖昧な情報ではあるんですけど、なんかね、何回か出てます。で、自分の知ってる限り黒に銀のバージョンも出てるし、で、黒の銀のバージョンのその黒蛇かな、それは当時ね、普通の一般的な靴屋さんで僕は9,000円で売ってたのを見てる。はい、見てます。だから懐かしくてやっぱ買いますよね、これね。行きますよね。うわ、見たことあるみたいなさ、ちょっと頭の片隅にあるんじゃないかなかの一足で。30センチだと僕ギリ入るんで、フォースワンだと30センチいけんすよ。まあ、ダンクもいけるかな。ものによってなんですけど、うわー、嬉しかったっす、めっちゃ。で、ナイキ原宿で当たって、ナイキ原宿は、これ、まあ、並び動画でも言ったんですけど、240足ぐらい用意してて、120人ぐらい並んだのかな。履き口の素材がね、光沢のあるね、なんかね、素材になってる。若干、シルク風味なんじゃないかなーかの素材になってるっすね、ここが。はい。インソールにね、こう、ナイキってプリント入ってまして、左足にね、黒タグついてます。で、今回ね、スニーカーズでね、ゲリラで発売されて、その後ね、発売日に、発売されたじゃないですか。2回発売されてるんすけど、で、それで、数めっちゃ出たと思うんですよ、これ。ただ、いつかこれが全部、市場から、まあ要は、フリマアプリだったり、オークションとかから、なくなった時に、きっとこれはプレると思われます。ちょっと時間はかかるかもしれないけど、懐かしくてね、やっぱ僕が、小学校ぐらいかな、そんぐらいの時に見てたスニーカーだったんで、当時、1キュッパとか2、4パとかで多分、並行屋さんとかで売ってたのかな。でもやっぱりサイズがなかったりとか、まあ、もともとね、その、2万円なんて他には小学生でね、こんな毎月買わせてもらえなかったのもあるですし、だからこう今になってね、スニーカーをちょっと買えるようになって、すごい嬉しいです。で、どうやら聞いた話ですけど、この靴がどうやら今流行ってるブランドあるじゃないですか。S なんとかね、シューなんとかっていうブランド。あそこからコラボかなんかか、それかまあ、コラボかなんかでね、出す予定だったらしいんですよ。が、しかし、ナイキで先に発売しちゃって、それで、その、シューなんとかっていうブランドさんが怒って、ファックナイキだかの T シャツを出しただから、ファックナイキって言っただか、なんかそういう説があるらしいっすよ。だから、多分その、シューなんとかっていうブランド好きな方は、多分これ行くべきじゃないですか。行くべきじゃないですかっていうのもおかしいけど、行くものではあるっすよね、その、今、あのブランドを着てる方とかだったら、ナイキに対して切れたって話なんすけど、その話で、多分もっと詳しい方がいると思うんで、もし、詳しい方のことを知ってたら、ぜひね、コメント欄でなんかね、教えていただけたらと思います。僕はコメント欄でいろいろこう勉強させていただいているので、コメントいただいてる方、どうもありがとうございます。自分の力で、店頭で買うとか、で、店頭でその並びの様子を見るとかがやっぱ好きで、やっぱこう自分の力で買うっていうところに僕はまたこうスニーカーの魅力だったり、こうそこにね、こう価値観がこう変わっていったというかね、なんかまた別のスニーカーの面白さを感じてきて、またね、最近こうスニーカーの楽しさをね、知ってきたっすね。ということで、今回、エアフォースワンの白蛇紹介いたしました。以上です。どーん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひ、グッドボタンお願いします。以上です。どーん。